どうも、こんにちは。中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。この後のライブ配信について話したいと思います。この後、ロト6の予想とアニソンを歌いたいと思います。いつもは7時ぐらいか。7時ぐらいにライブ配信するけど、今日は8時ぐらい。多分8時ぐらいになるんじゃないかな。8時ぐらいにライブ配信を開始したいと思います。あと、いつもより少し短めかな。開始するのが遅い分、ちょっと短くなると思います。ライブ配信。いつもよりは。だから、明日は、その分、長いライブ配信しようと思ってるけど、今日は少し短めのライブ配信を、しようかなって考えてます。前回の当選数字は、確か10番台やったかな。10番台から始まって20番台が全く出てない。しかも10番台が3つ出てるから結構難しいねんけど、2回続けて10番台から始まる可能性もあるし、まあじっくりと今日と明日考えたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。